それでは Google スライドの使い方について紹介していきたいと思います。まず Web ブ,ブラウザで Google のアカウントにログインします。これがログインした状態になっています。この点が集まったボタンをクリックしてドライブというところですね。こちらを選択します。スライドでも直接作成することができますが 今回はドライブから作成したいと思います。ドライブというのはデータを保存しておく場所になっています。今から作るスライドやそれ以外のファイルがこちらにリストされるような状態になります。それでは早速スライドを作成していきたいと思います。まずこちらの新規というボタンをクリックします。 その中から、スライド、Google スライドを選択します。これで Google スライドが起動しました。で最初はこのように、無題のプレゼンテーションとなっていますので、ここを変更して、このようにドライブに保存しましたというふうに表示を確認します。 ドライブの方を見てみますと、えー、ありませんけども、えー、ページを更新するボタンをクリックして、ページを更新すると、このように今作成したファイルを確認することができます。このファイルをこれから編集して、プレゼンを作成していきたいと思いますで。テーマはいろいろ選べるんですが、今回は えー、テーマはなしで、えー、作成していきたいと思います。でまず最初のページは、えー、タイトルのページになっていますので、こちらにタイトルを入力します。えー、サブタイトルなどをこちらに入力しても結構です。えー、続いて、 2枚目のスライドですね、スライドを追加するわけですが、方法としてはあ2通りあります。えー、っと今、私がやったのは、この左の小さな画面を選んでいただいて、Enter ーキーを押すと追加することができます。もう一つは、こちらのプラスのマークですね、このプラスのマークをクリックしても同様に追加することができます。削除する場合は、 キーボードのデリートキーで削除することができます。それでは、最初は、アジェンダというページから作っていきます。タイトルを入力して、背景えと、災害の種類ということにしてですね、でこれ、あの、リスト表示に えー、したいいと思います、えー、リスト表示というのは、あのー、番号をつけた状態で、えー、問題点、愛車に、開業すると、自動的にお数字があのついてくる、えー、ものを言います。 このように、えー、と自動的に数字がつく、えー、リストを使って作成、えー、しました。で、えー、開業を少し開けたいと、行間を開けたいという場合は、このようにやりますが、えー、数字があの残ってしまって、えー、増えてしまうという問題がありますが、消してしまっても構いません。字の大きさを変えたい場合は、まずこの 変更したい文字を選択して、こちらのフォントサイズという数字を変更します。こちらから選んでもらっても結構ですし、このプラスマイナスのボタンで変更していただいても結構です。はい。で、このように、えー、っと、アジェンダのページを作成することができました。続きまして、 背景、災害の種類というページを作っていきたいと思いますが、この1番のタイトルをコピーします。コピーする方法ですけども、こ,うこのように色をつけていただいて、右クリックでコピーとすることも可能ですし、キーボードのコントロール C、または Mac の方はコマンド C でコピーすることもできます。 でコピーしたら Enter ーキーで、えー、新しいページを追加して、えー、貼り付けます。で、ここに今度は背景の災害の種類について、えー、入力します。今、えー、時間の関係で、えー、っとコピーしたテキストを貼り付けますけども、このように一度にあの全てデータをまずは入力して、で、それから 先ほどお見せしたリスト、リスト表示に変更することもできます。数字でもできますし、その他のやり方としては、自分で、キーボードで入力することももちろん可能です。で、えっ、ー、と、文字の位置を少しずらしたいという場合は、 このルーラーという機能を使うことができます。えー、まずは2行目の位置まで全体を移動します。でその後、この上に、三角の上に、えー、っと長方形をつまんで左に移動します。また、文字の色を変えたい場合は、色を変えたい部分をこのように選択して、 アルファベットの A ですね、このテキストの色というのがありますので、ここをクリックし、変えたい色を選択します。はい、画像なども、えー、と簡単に貼り付け、コピーして貼り付けることができます。画像の挿入も 行うことができますこちらの画像の挿入のボタンからパソコンからアップロードまたは Web で検索など選択することができます。またテキ,ストをテキストボックスを新しく作りたい場合はこの T というマークをクリックし、えー、っとこのように新しいテキストボックスを作ることができます。 はい、では、えーと、このスライドを一度閉じたいと思いますで。このように先ほどお見せしたドライブのリストの中に今作成したプレゼン1というファイルがありますけれども、こちらを開いてみたいと思いますで。実際に発表するというときには、この スライドショーというボタンがありますので、こちらからスライドショーの画面に切り替えることができます。スライドショーでは、キーボードの矢印キーを使って、次のスライドに進んでいくことができます。今、下の矢印キーを押しました。上の矢印キーを押すことで、前のスライドに戻ることもできます。 下の矢印キーで先へ進んで、上の矢印キーで戻るという操作になります。スライドショーを終了する場合は、キーボード左上にあるエスケープキーを押します。えー、以上が、えー、Google スライドの紹介になります。